ねえねえよっちん、今日の私いつもとどっか違うと思わない？ね、いやどこだろう、わかんないな。もうこれだから男子は嫌なんだよ。今日はね、メイクをねいつもよりねキラキラにしてるんだよ。バンバン経験だ。あつそっちよっちです。りっちゃんです。はい、ということでね、はい、今回はもう女心が全く分かってないよっちのために、はい、キラキラのラメラメスライムを作りたいと思います。イエーイ。それでは早速材料はこちら、洗濯のり、本社、絵の具、金と銀のラメ、以上です。はい、ではまず洗濯のりをボウルの中に入れてきます。そしたら次に水を加えます。そしたらここに黒の絵の具を入れていきます。うわー、やばいね。そしたらこちら本社を溶かしたお湯を少しずつ入れていきます。はいはい、じゃあこれで、うん、まあ、ベースとなる黒スライムの完成でーす。そしたらここにそれぞれ金と銀のラメを混ぜ込んでいきたいと思います。ではこれで金と銀の分分けたので、まずは銀のラメから入れていきたいと思います。いけ、この真っ黒くんが、うわーすごい、うわー、めっちゃキラキラ、バリバリ、あ、気持ちいい。なんかね、あのね、きな粉がついてるお餅を触ってる感じ。あー、わかる、超かっけえやん。やば、待って、結構かっけえよ。うわ、うやば、キラ。はい、ということでこれで銀のラメラメスライム完成。はい、では次は金のラメラメの方を作っていきたいと思います。金も同じように黒いスライムにラメを混ぜていきます。でも本当に金も黒で大丈夫なのかな、ちょっとそこが心配。うわー、やばいやばいやばい、あ、やばい、サクサクよ、やべえ、ゴージャス。だいぶキラキラになってきたわ。うわー、金かな。はい、ということで金と銀のラメラメスライム完成しました。かっこいい。でさ、これ伸ばしてもさ、もう全部キラキラなんだよね。で、感触も結構気持ちいいよね。気持ちいいよ。でもさ、あのさ、あの混ぜる時の感触最高だよね。最高だね。あそこをみんなにも感じ取ってほしいよね。じゃあせっかくさ、金と銀めっちゃ綺麗だからさ、うん、混ぜちゃう。混ぜちゃう。でも、じゃあ見ちゃう。全部見ちゃう。うわー、でももったいないね。せーの、はい、あ、すごいね、綺麗だね。いつかこんなキラキラの指輪をくれる王子様が現れないかな。ほら見て、やっち綺麗。綺麗だよ。私とどっちが綺麗かな。え、私とどっちが綺麗かな。いや、もちろんリッチの綺麗だよ。あ、本当に。うん、綺麗。ありがとう。うん、今どこ。はい、ということでね、今回は金と銀のラメラメスライムを作ったんだけど、うん、めっちゃくちゃ簡単だったよね。めっちゃ簡単、あっという間できたね。ねえ、うん、でね、ラメも私たちはネットで買ったんだけど、うん、まあね、どこでも買えそうな感じだったよね。そうだね、まあ、別にそんなすごく高いラメとかじゃないので、うん、皆さんもぜひぜひ作って遊んでみてください。それではこの動画面白かったら高評価、コメントよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。またねー。チャンネル登録はこちらから。 Twitter、Instagram をチェックしてみてね。また翻訳のご協力もよろしくお願いします。よろしく。